中空間を突っ走るエンドレスのジェットコースターってないのかな。あったら楽しいだろうな。この謎に叶えてあげようか。ダルーサさん、しばらくね、春日エリ。ああ、お妃候補だったダルーサさん、何しに来たの。相変わらず失礼な二人ね。人がせっかくいい知らせを持ってきてあげたのに。ソーラヨットのレース。そう、もうすぐ始まるの。ジェットコースターなんかよりずっと面白いわよ。何しろ太陽光線のエネルギーで宇宙空間をぶっ飛ばすんだから。ダメ、あんな野蛮なレースに誘うなんてダメ。野蛮なレース。ソーラーヨットレースは王室の主催する伝統ある立派なレースなのよ。それは知ってるけど、何を企んでるのさ、エリちゃんをそんなものに誘って。あら、別に何も。とっても楽しいから一緒に参加しましょうって。わかるもんか、きっと何か企んでるんだ。嫌な性格してるわね。このヨットレースはね、優勝すると王室から表彰されるの。その時ルルロフ殿下に直接会って婚約をお断りしますっていうこともできるんじゃない。本当に。多分ね。よし、乗ったわ。そこなくちゃ。ちょっとちょっとちょっと、ソーラーヨットっていうのはうんと旧式の乗り物なんだ。それで宇宙を飛ぶなんてどんなに危険なことか。でもマール王室が主催してるんでしょ。そりゃまあ。じゃあ決まりね。ちょっと、僕にはエリちゃんを守る義務があるんだ。そんな無謀なレースに参加させるわけには絶対いかないんだ。まあ本当にうるさいやつね、ダルーサ。でも、チンプイに何をしたの。なんでもないわ。ちょっとチンプイの時間を凍結しただけ。レースが終わってから元に戻せばいいのよ。あ、そっか。じゃあ行っちゃおうかな。銀河ソーラーヨットレース。そうそう。そのナビゲーターを僕に。初心者は二人で組むのが決まりなの。行きましょうよ、チキさん、宇宙へ。ああ、ダルーサ。あらららら、でもエリ様はおらんし、おい、チンプイエリ様どうしたのだね。これは下方時間凍結をかけられとるな。凍結解除ワンだよ。ダメならダメ。何があったのか話してみなさい。レースだよレース。なんだったって。なんとエリ様がソーラーヨットレースに出場なされるというのか。だだだだだ、本当か本当か。ダルサさんが連れて行っちゃったんだって。ダルーサ様の仕業か。なんということだ。せっかくこのわしがお誘い申し上げようと勇んでやってきたというのに先を越されてしまうとは。へえではないと、チンプイ。今回のこのソーラーヨットレースはエリ様と殿下のご関係を一気に進展させる絶好のチャンスなのだ。もう間もなく到着するわ。その前に簡単にレースのルールを説明しといてあげる。ダルーサ。ソーラーヨットとは太陽のエネルギーを保に受けて走る宇宙船のことです。マール配送奪銀河レースはこのようなコースを走ることになります。本格的なレースなんだな。私ちゃんと操縦できるかしら。大丈夫よ、運転なんて。安全装置もちゃんとしてるから。レース出場者はスタートポジションについてください。レース出場者はスタートポジションについてください。スタート5分前です。スタート5分前です。この格好なら誰も私だって分かんないわね。そのヨットは私が以前に使ってたものだけど、性能はどれも同じよ。あとはキャプテンの腕次第ってとこね。出場するからにはやっぱり優勝狙うわ。オッケー、頑張ってね。さあもうすぐスタートよ。健闘を祈るわ。上昇。各クルーはスタート位置についてください。しかしスペースヨットレースとは血が騒ぐな。わしも若い頃は随分とぶってましたもんじゃ。ワンダーユーさんが。まさか。何がまさかじゃ。そもそもソーラーヨットレースは王室の伝統あるスポーツ。殿下にソーラーヨットを手ほどきしたのもこのわしなのじゃ、あ、もうよかったな。ちょっとじいさん、思い出に吹けてる時じゃないでしょ。あ、そうじゃった。スタート30秒前。ほう、張るわ。よし、太陽エネルギー充填開始。60、100、120%、 エネルギー充填マキシマム。レーススタート。レーススタート。おお、やってるやってる。やってるやってるってもうスタートしちゃったじゃん。なーに、すぐ追いつけるさ。わしのヨットの腕ならな。え、まさか僕たちもレースに。うわー気が騒ぐな。あ、だんだん追い抜かれていく。
モタモタしてるの？その調子じゃドンケツね。そのままノロノロ走って銀河中の笑い物になるがいいわ。ダメだわ、どんどん離されちゃう。よし、もう一枚砲張ろう。やった、スピードアップ成功。よし、イカチップイ、わしらも出発するぞ。ワンダイオー、飛ばすのチップイ、しっかり捕まっておれよ。これで私が優勝すれば、ルルロフ殿下だって。へー、結構やるじゃないの。あら、どうってことないわよ、このくらい。エリちゃん、気をつけて、前から何かが急速接近中だよ。流星群だ。これが最初の障害よ。ここで失格しちゃうヨットもたくさんいるわ。動けなくなってもロボットシップがちゃんと回収してくれるから安心していて平気よ。じゃあお気をつけ遊ばせ、お先に。負けるもんですか。エリちゃん、右から小惑星接近中。了解。次は左だ。やった。どう、内木さん、やるでしょ。あ、気をつけて、エリちゃん、今度のは大きい。大きすぎる。 でかい、600m、 いや、1キロはあるよ。いや、ダメ、うっかんちゃん、はい、どうしよう、うっきさん、どうしよう。誰かがレーザーで惑星を両断してくれたんだ。誰かしら、ワンダユーさんかな。ん、誰だろう。やだ、またワンダユーさんの変装かも。アクション。ワンダユーさん、流星群が接近中だよ。分かってるわ、しっかり捕まっておれよ。いやあ、いいぞ、わざと流星が多い上級コースを取ってよかった。スリル満点じゃろ、チンパイ。黙れ黙れ、まだわしの腕前は信用できんと見える。それなら、ワンダよー、どじゃどじゃー。ガッハー、いたしめー。あが、あがはがは。どうしたの、おじいさん。あれ、急にスピードが落ちちゃった。この辺りは太陽光が届かないんだよ。マルセを過ぎたらゴールまでは追い風だから、砲全部張るよ。うん、それ。一番最後のゴールインでもいいわ。ガンガン頑張ろう。大賛成。どうなされましたか。ぎっくり腰じゃ、ぎっくり腰。無理するからだよ。黙らしちゃった。痛い痛い。わわわわ。というわけでして、いや、わしの必殺のコーナーリングをお見せしたかったでしな。じいさんたらよく言うよ。あの時ルルロフ殿下が助けてくれなかったらどうなっていたの。いや、ルルロフ殿下も来てたの。うん、かっこいい黒のスーツにフルフェイスにヘルメット。殿下もレースに出てらしたの。うん、いや、楽しかったな、エリさんと一緒に走れて。たとえビリでもスポーツマンらしく完走するなんて本当に素敵な女の子だ。本当ですわね、殿下。スーパースペースコースター楽しかった。